ダッシュで行こうぜ。班長ダッシュで行こうぜ。どうも武田でございます。本日の動画なんですけれども、 50m 測定会やってみたいんだけど。誰ですか？陸上競技は 350m から。どうも、水戸です。大丈夫ですか？アクセル的にこれはちょっとね、はい、最近距離取って。あ、陸上競技は0から 50m。 どうも、大谷です。自分が所属させてもらってるアクセルのメンバーの2人でもあるというところで、競技は 400m と 100m、はい、かな。今日3人で勝負するのは 50m なんですけど、プラスこの後に、ね、小学生の子たちと走って、まあ、我々は同じ年代で同じような種目をやってるメンバーでガチバトルっていうのもあるんですけど、年が離れたり条件が自分と違うような人と走ってもしっかり競い合えるような仕組みで今回戦っていくので、まあ、ちょっとこの説明また詳しくお話しさせてもらおうかなと思うんですけれども、まず手始めにまずあなたたちを潰しといてから、この人誰かすごいんですよ、ガチで。俺大家はハードルの前中3番、はい、弾丸小僧としてね、名乗りを上げてもらって、飯塚はロングスプリントで東日本で入賞してるんで、ありがとうございます。大家様、早速やっていきましょう。はい、お願いします。お願いします。ダッシュで行こうぜ。何もなかったのに全カットでいこうか。ダッシュでいこうぜ。はい、ということでお疲れ様でした。お疲れ様でした。主導になりますが、大家くんが1着5秒86。ありがとうございます。早すぎる。仕上げてくんな。嬉しいです、武田さんに勝てて。2着武田くん6秒00。おー、はい、これ喜ぶんだよ本当は。そうですね。気分悪いもん。伊塚が、はい、6秒07。07、まあ、ロングスプリンターだからね。そう、悪くはない。悪くはないんだよね。はい、大家と山中に負けたの。山中っていう言い方やめろ。山中って20代スプリンターでバチバチやったって感じなんですけど、はい、これから子供たち走ってってそこでバチバチ戦える、うん、頑張ってください。20代代表として、ね、負けちゃう。負けたの。はい、お前だ。ダッシュで行こうぜ。意気込みは？意気込み、頑張る。ティゲリに勝てそう？無理無理。勝てるって頑張れ。ポイントだったら分かんないけど、うん、タイムは決定的に無理。なるほど。お母さんの料理で一番好きなの何？肉。えいちゃん、今日の目標は？何が？兄ちゃんに勝てそう？いや、無理。なんでだよ。今日うんちした？あ、どんぐらい？ビュッカ。意気込みを聞かせてください。頑張ります。今日は何年生？中3。中 3？100m のベストタイムは？15.07。ジャンプしてみて。あ、ビヨンビヨンしてる。すごい、すごい。よし、頑張れ、ハルタ。さっきのタイムを換算して順位を競っていくから、じゃあ結果発表いきましょう。みんな、はい、せーの、おー、しっかりせー。ダッシュで行こうぜ。はい、ということで今からタイムとね、ポイントを今からみんなで見ていくんですけれども、どう、自信ある？まあ、そこ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 ある。どうどうどう、俺もそこそこね。もうそこそこにしとくわ。じゃあタイムから全部言ってたらいいですか、吉田？武田6秒48。おお、結構いいですね。セーブが7秒85。え、早い。セーブでダメですよ。5年生。えいちゃんが8秒43。おお、うまいな、みんな。はるちゃんが8秒54。はい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 、はい、
これだけ見ると俺が速そうだが、だがしかし、しかしこのポイントを換算することで順位が分かんなくなってくると、そういう戦いやってきますね。よしよし、 TKD がポイントは1071。はい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 、よかった。高そう高そう、高そうじゃないですか。セイゴが1073。マジで4年生、はい、1023。おお、でも1000だよ。20代の6秒4相当の走りをしてるってことですよ、ね、そういうこと。単純に、うん、早いね。ハルタはキー63っていう大体義足の、はいはいはい、ハルタが965。おお、早いですよ。優勝は聖悟くんということで、やるやん。やっぱお兄さんと走るより俺たちと速くなりそうだな。ちょっと掘り、ちょっと掘りダッシュで行こうぜ。ということでお疲れ様でしたというところなんですけれども、最初にご紹介させていただきます。はい、代表です。ありがとうございます。何がしてる人が説明を、はい、任せてくださいよ。めちゃくちゃすごい義足作ってます。ランニングスタジアム中心に活動されている方なので、チャンネルにも何度か出演してくださって、もしかしたら覚えてる方もいらっしゃると思うんですけれども、今日の2、3条にいただいておりまして、ちょっと話がちょいちょい出てきてはいるんですけれども、その 50m のイベントというところで、はい、春ぐらいにアクセルと義足のサイボーグさんと一緒にトレードフォールという活動をしていきましょうみたいな話を多分動画内でさせてもらったと思うんですけど、そこからね一歩進んで大会を作ろうというところで7月か日曜日にやることになりました。ありがとうございます。すごいです。はい、どういう、仕組みになってるかというと、年齢、障害、男女みたいなところを全部フラットに戦える土俵というのを今回作っています。うん、で普通に、スタートラインから良いドンをしたら、多分20代の選手が一番になってしまうんですが、競技としては面白いと思うんですけど、みんながフラットに戦える場ではないと思うので、各カテゴリーの日本記録を満点として、そこから得点換算をするという形で得点表を作り、それでフラットに戦えるという場をやりたいなというふうに思います。試作段階というところなので、まあ、何回かね、こう繰り返しながら、みんなが本当にフラットに戦える投票というのを作っていきたいなというふうに思ってます。大西の説明に加えるとしたら、ゴールデングランプリとか、日本選手権とか、義足のレースが多分 あるので、見たことある人って、陸上ファンの中ではいると思うんですよ。はい、でもあれって、なんか特別、なんかこう、招待して、1レースだけやるみたいな、もう我々パラ陸上では結構、それ、まあ一般的なことなんだけども、一般的な陸上ファンから見るパラ陸上ってなんだろうってなった時に、ああいう特別扱いされてるっていうのが多分今までの陸上かな、うん、一緒に走るルール作りってできないかなっていうような話があったので、今回それにチャレンジする。5年生の男の負けなんだ。負けました。そういうことが起きてくるので、うん、なんか最後までわからない、うん、もちろん記録でこうね、若い選手勝っちゃうかもしれないけど、でも諦めなければポイントでね、逆転できるというちょっと混成の要素もあるので、楽しんでもらえたなと思います。楽しみですね。概要欄に詳細などいろいろありますので、そこから皆さんチェックしてみてください。ということで本日はありがとうございました。ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に。さようなら。あ、こっちだ。